次何やの？知らないやつ、次何やの？もう覚えてた。あれ、両親通称は？いや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 、めよめよ、いかにさんは。あ、何？何？あ、これ？あ、これね、はい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 。ということで、因为我第今天第一次认识你们，所以我想知道你们为什么来中国留学，留在。我高中生的时候想学习语言，然后我那当时最想学习的是西班牙语。西班牙语啊，因为很酷。那为什么原来想学西班牙语的人突然转变中文？因为我没有考上那个。啊，非常实在的理由。中国と接するようになったきっかけは何？妈妈给我看一个参加夏令营那个 camp。去山东の夏令キャンプがあるけど、行くみたいな、行くって言われて、そんなまま言うんだ。そこから行って、そこからはい来ました。あんま普通じゃないと思うんだけど。他觉得学以后学中文好用吧。家里好吗？我背景，我爸妈是中国人，所以我开始学了中文。可是我自己想学的是从高中二年级的时候看了中国的综艺节目《极限挑战》啊。我问你在家里说中文吧，就算你在日本出生长大，但是他们父亲那个父母都是中国人的话，可是他们说中文，我说日语，就像我和那个女儿的沟通一样。我真的也是，对，我跟他说日语，他跟我说中文。哦，对，反过来，综艺节目。对，改变你，就是你来中国留学的理由是吧？留学理由，从学语言开始学，喜欢中国吗？对，其实我是从语言开始。从语言开始。我在日本的话，我要说日语嘛。嗯。但是我在中国的话，就是24个小时一直可以讲中文。嗯嗯。这对于我来讲就是特别好有意思的事情啊，也是我爱中国，爱中国，爱中国。我就是我觉得这种。喜欢中国是就像两个人谈恋爱一样的，就说就是喜欢一个人的时候，就是没有理由。现在是一个交通发达、人口流动激烈的时代，一个人为什么要生活在那块土地，一定有着很深层的理由。こんにちは。我叫麻辣烫。Hello， 大家好，我的名字叫嘉玲，日语名叫 S。大家好，我叫华华。大家好，我叫悠哉。はい、ということで下一个话题是恋爱相关的问题。你们现在有没有男朋友女朋友？我有。你有是吧？有。你有？没有。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 まあ俺知ってるけどね、麻辣烫。え？いや、会ったことない。写真見たことある。いつですか？なんか誰か送ってきたよ。え？誰かが送ってきたよ。誰が送ってきたんですか？なんかすっげー可愛い。あ、でも朋友圈じゃないですか、今。很漂亮，他的女朋友真的很漂亮，めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い、アイドルみたい。どこ、なんで知り合ったの？いや、でもクラスメイトです。あ、クラスメイトなんだ。你去他是吧？对呀。どうやって落としたの？どうやって落としたの？気になる気になる。楽しい。ねえ、気になるね。もうそもそも僕なんか結構上海にいる時明るかったらしくて、そのヤングワンってよく言われてて、ヤングワン明るかったって何？いやいや、もちろん今も明るいと思うんですけど。すごい明るくて、でまあそれであとなんだろうな、僕も不喝酒不抽煙だから、そういうところも多分結構そういうところって多分価値観の違いに現れてくると思うんで、そういう価値観とかも結構合ってて、でまあなんか喋ってて楽しかったから告白して付き合いました。なんて来るんですか？これ言いたい。何回デートしたの？デートの回数は分かんない。
なんでかっていうとやっぱりクラスメートだから、学校の中でも普通になんか寮じゃないと食堂とか以前中心の感じ、以前中心です、うん、完全に以前中心で、日本は彼氏は私は中国人、そうです、中国人で5年前の留学、語学留学の時に出会った人です。あ、じゃあ付き合って5年間もう5年ぐらいですね。あ、付き合って5年って相当長いよね。だからコロナ3年間1回も会えなかったですね。会えなかったですね、うん、よく続いたね。めっちゃ3年間あの遠距離って結構きついです。そうですね、頑張りました。日本人と付き合ったことある？あります、あります。何が違う？日本の男と中国の男、まあ、もちろん全ては代表できないのは分かってるんだけど、全ては代表できないですけど、はい、私の感覚で言うとやっぱり中国の方の方が女性に対して優しい、なんか気遣いとか。本人ちゃんとか。あ、そうですね。はい、できないよ、できないんで、うちらしょうがねえんだよ。ごめんね。そうなんですよね、できねえんだよ。日本は今もうまさにスタディしてます。シュエ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 スタディしてます。日本は肯定しようわ、肯定しようわ。もちろんもちろん、めちゃくちゃ言われるでしょ。めちゃくちゃ言われる。中国の男みんなこんなにしてくれるのに、なんであんたは、まあ、中国の男はこうこうこうなんだからっていう言い方じゃないですけど、でもやっぱりもっとしてよ、こうしてよ、ああしてよみたいな、ああしてよみたいな感じはあります。でも僕はそれ結構好きなので。あ、そう好き。M あ、割と M、 あ、かなり M、 あ、かなり M、 かなり M、 あ、かなり M ですか、うん、あ、じゃあいいじゃないですか、もう何でもいいですか。はい、なんでいない、なんでいない、なんでいないの。あ、頑張りましたよ。頑張った頑張ったけど、はい、うまくいかなかった。そうですね、振られた、振られた、うん、あ、振られたんだよ。振られ、なんかまあ、あの、やんわりと、やんわりと、まあ、そういうのもいろいろありました。なんでそれ暗くなってるんですか。ちょっと心の傷をやっついてしまったのか。俺は ついてはいけないとこついてしまったのか。いやいや、大丈夫です、大丈夫です。なんか暗くなってくるんですか。今ここに募集しといたら自転車何ベアベアベアシェウェイシェベアベアシェウェイシェベアシェウェイシェ日本語文字上でいいよ。日本語文字上、そうそうそう。どんな子がいいですか。でもね、元気な子ですね。元気な子なんだ、おじいちゃんみたいな。元気な子って、元気な子、なんかさ、なんかわかんないけどさ、なんか、まあいいか、元気な子、元気な子って書いてるじゃん。なんか俺も好き、元気な子大好き。暗いっていうか、暗い子はやらない、まあ、落ち込むことももちろん、あのね、人だと思うけど。元気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 な子、あ、元気な子ありますよね、上海と人民広場とかに。シャンチンシャンチン、あるあるある、こういうのを立てて、ある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 、行こうかな。募集しないの。募集ですか。ジャインは募集しない。好きなタイプ書いておきたい。タイプ、背が高い人、募集募集、お父さんみたいな。お父さんみたいな。自分のお父さんのこと。タバコ吸わない人がいいです。为了方便你们募集男女朋友，问一些有关于恋爱观的问题。要不要买房子？如果要结婚的话，男生要不要买房子？買うは買うんじゃないですかね。まあ、いただけたら嬉しい。買うんじゃないんじゃなくて、いや落ちよう。うん、いずれは。でも中国とは限らないです。中国で上海は高すぎるから、別に日本でもいいです。だから、还是需要对象要买房子。一緒に。一緒に、そう。あ、一緒にね。日本と一緒、うん、そう、男性が全部出せってわけではないです。いい地買房子。一緒に頑張ろう。对吧？这件很日本。うん。それはなんか求めないかも。まあ、くれたら全然、あればいいけど、まあ、あればいいけど、別にそれは必要条件ではないですね。ないものは別に、はい、だから、如果你的女朋友跟你说的话、怎么办？もう頑張ります、頑張ります。頑張ってどうにかなる問題じゃないじゃないですか。まあ、俺がチョーピンと結婚するとき言われたからさ。あ、え、どうしたんですか、結局。いや、買ったよ。おぉ仕方ないじゃん。車もですか。車じゃなくなかったの、家だった、いきなり。あ、でも日本で。あ、結婚、なんか結婚の条件で車、家、条件っていうか、まあ、まあ当たり前でしょみたいな。うん、え、それ前ファンズしなかったらどうなるんですか。
どうなる結婚できない。いや できるけど、だからやっぱなる、まあ、ほとんどの人はやっぱそれを求めるよ。そうですね。それただプチだわ、ウエシマチョンゴレ自分の手法いいでやお前ファン、ウエシマいやお前ファン、たぶんプチだわ。僕は当然分かったんですよ。なんでですか。いろんな理由があって、まず一つはツーファンズがプチ話してるんですよ。その不会念，这日本人的话就可以一辈子租房子嘛，也不会被房东赶出去。突然被房东赶出去，但是中国的话真的突然被赶出去，就不会念，確かに真的不会念。所以聞いた確かに。还有一个户口的问题，户口的问题，所以有很多可能还有学那个学孩子的学校的问题啊之类的，就各种各样的问题。なるほど。学到了，学到了。だから本当にここで生活すればわかる、そのファンズの必要性が。打电话呀，罗。哎，三二一，动。要っていうか必须なんじゃないの？どっち？要っていうのはその要求されてるから要なのか、自分がしたいから要なのか。僕からいつも言ってますね。あ、そうなんだ。うん、まあ付き合い始めだからね。まあそれはそうだよね。そうなんですか。就你的这个要跟你付き合ってる人が中国人関係あるの？これは日本人だったら毎日はしてないかもしれないです。ああ、これ。でもそもそもあんまり僕は日本人との恋愛経験もないんで。え、付き合ったことないの？まあ日本人と。でもすごい短かったり、すごい。ほぼ中国人。はい、もうすごい若い時だったり。ほぼ中国人。この二人に聞くべき、でもブシュヤオって書いてあるし。もしね、付き合ってたらさ、毎日されなくても OK、 毎日かかってこなくても OK、 大丈夫です。でむしろ毎日かかってきたら嫌だ。嫌だ。ほら、これ違うわ、全然違う。え、何がですか、中国と日本の女性。うん、日本の女性は毎日、彼氏からもし毎日かかってきたらちょっとうざいって思うでしょ。え、何分かによります。1分とかだったらいいですか。1分なんか生存確認みたいな、今何してんのとかだったらいいですけど、なんか1時間1時間はきついけど、でもやっぱ毎日かかってきたらやっぱうざいとちょっと思うでしょ。でも中国人の女性は毎日かけて欲しがるのよ。ね、そうなのよ。おごれおごられ問題ね。要不要？A 句要还是不要？はい、三二一，动。不要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 啊！不要 A 句。不要 AA 制的意思就是说男生要请女生的意思吗？不是，不是这个意思。嗯，啊，不是这个意思，不是，看情况，弹性是弹性。有的时候男生请女生，有的时候女生请男生的意思吗？そうです。そして总体来看，全体的に見て、男生偏多。嗯，ですね。ですね。はい。です。です。です。でも中国の方が怒ってくれる男の子が多いよねっていう、気前はいいかなっていうのはあるかな。大体怒ってくれる。はい、年上だもんね。しかも社会人だからね。彼氏は全部。でも私が出す時もあります。もし AAG でって言われたらどうする？いきなり。え、そう、彼氏ですか？彼氏で。AAG で行こうよ。え、じゃあ払うよって言います。なんかちょっと納得できないみたいな。でも。1円単位で言われたらどうする？いや、私がじゃあ払います。じゃあ私が出します。もうやだ、それやだ。1円単位はやだ。やだやだやだ。でも中国だとウェイシーンとかキューバーだから、お金の感覚がないかもしれない。は嫌かも。なんか今日出すから次出してねみたいなのはまだいいかも。ってなんかちょっと嫌かもな。3、2、1、ドン。あ、見ない、一緒やん。おお、面白い。ああ、一緒だね。なんか見る数字一緒だね。ね、なんかやっぱ一緒やな。引率だからかな、やっぱり。うん。ある程度自分のキャリアを積んでから。積んでから。僕は兄も姉もどっちももう結婚してて、で二人ともこのぐらいの年齢で結婚してるので、なんとなくそれぐらいかなってなって感じ。自分が人事独立してからの方がいいなって感じ。これぐらいかな。男に頼りたくない。嫌ですね。嫌っていうわけじゃないですけど、もし男が倒れたらどうするのかっていう。中国人女性的にはどうなんですか？中国人の話应该也差不多，现在年轻人可能差不多，但三十之前的感觉应该是。今もかなりどんどん似てきてるんだよ。そう。
どっちがどっちに寄ってるとかね、思いました。日本は変わらない。中国がどん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 日本に寄ってきてる。そういうことですね。はい、まあそんな感じで。今天好久没听到这个日本大学生的现在的情况的话，我觉得很真的是中国大学生、日本大学生越来越像，对吧？这个是今天最大的发现吧？您觉得？全く同じ考えです。このネットで見かける刻板印象が見当たらなくなって、実際に生活してみるとはなんか見つからない。中国人很卷，这个很大的卷，对卷，很卷这个。はい、まあ、そんな感じでありがとうございました今日は。はい、ダメこんなまとめ方じゃダメ。いやいやいや。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。おはようございます。お疲れ様でした。バイバイ。バイバイ。分享一个来中国上大学之后的小物件以及照片啊，这个。这个很重要的。为什么选这个？因为中国的话，好像有个说法是，毕业以后就代表着分手。確かに僕の日本人の友達は BA4 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 BA4所以我直接来，然后就结婚了。所以太太最吸引你的是什么？他很有意思吧，完全不像我，完全不像你，完全不像。